何ですかこれ。おとなしくして。ちょっと意味がわからない。おとなしくしてって言ってるでしょ。そもそも畑葉子さんなんて人知りませんし、会ったこともないんですよ。なんとか言ってよ。わかりません。自分が犯人かどうかわからないんです。陽子さんと会ってたのもう一人の僕なんです。だから陽子さんのこと僕は全然知らなくて、それでアリスのお店中いい加減言うな。至らねばっかり言って何が起きてくるの。お店僕は本当に何もわからないんです。あなた陽子の恋人だったんでしょ。僕が何で殺されたか知ってる人と全部話してもらうから。待ってください。二重人格っていうのは本当に本当で、本当に何も知らないんです。早く話して。お願いします、やめてください。やめてください。